はい、どうもこんにちは、ラクラクラクです。絶対絶命都市4実況プレイ始めていきたいと思います。というわけで、前回はまあ水蓮公園に、向かっている途中でございまして、途中ね、ベストラーとアジサイ交差点の方にやってまいりました。はい、ベストラではね、まあ、社長にね、俺は勝つぞって言ったんで、まあとりあえず俺はお前が嫌いだけど勝てよって言って終わりましたね。はい、でアジサイ公園ではまあ、最初に宝石の女に会って、で次にレストランに行って、で弥生さんを見つけて、はい、弥生さんと連絡を取り合おうという、そういうような話をして終わりました。はい、というわけで、戻っていけばいいかな。なんか空いてるね。うん、じゃあ戻っていきたいと思います。水蓮公園。この状態だと多分、あれだ。朝顔交差点方面へ向かった。日が暮れてきた。早いね。こっち行くと多分、先生たちいるんじゃないかなって思う。先生と高校生、名前忘れた。おう、いるじゃん、すぐいるじゃん。あ、そうだ、コンビニ寄らせてほしいんだけど。どうしたの、なんでそんなに泣いてるの。何その感じ。髪が切られて眼鏡も割れている。一体あれから何があったの。誰かに無理やり髪を切られたの。誰かに髪を切ってもらって失敗したの。自分で髪を切ったの。深刻そうな状況で何も言えない。とりあえず聞いてみたら、もうあなたには関係ないでしょって言われそうだけど、とりあえず聞いてみるか。無理やり髪を切られたのか。どういうことだ。失敗したの。俺気になる方だから、俺普通に聞こう。ズバッと。あれから何があったの。昨日の夜よ、寝ている間に髪を切られていたの。気配がして目が覚めたんだけど、寝てるふりをしたの。犯人の顔を見てやろうと思って。そしたら犯人は一人だった。ジョキジョキ髪を切り刻んだ後、私のメガネを踏みにじってたわ。すごく蔑むような表情で笑ってた。すごく怖くなって動けなくなって、そのまま彼女が気の済むまで踏みにじるのを見ていた。一体誰の仕業なんだろう。もしかして、なぜか人を苛立たせる、何だっけ、秀美よしみ、美人でいつも冷静な、エリさん。瀬戸をいつも心配している比嘉先生。なわけね。コンビニオーナーの福井。そんなことをする人に心当たりがいない。今いないのはこれだけど。先生でもわけねえし。オーナーの人って誰よ。いや、オーナーなわけないし、まず。いやー、まあ第一に考えられるのはこの人だからな。仕方ねえ。もしかして清水秀美さんの仕業なのかい。秀美違うわ。秀美さんは一人でそこまでする度胸はないもの。エリさん分かってんの。自分であんなことしておいて、さっき私を慰めに来てたの。あ、そうよね。怖い人。私の感情をおもちゃにしてるんだわ。なんで、どうして、こんな状況になってもどうして私ばっかりひどい仕打ちを受けなきゃいけない。
砕したストレスの吐き口が、いやでもいつもだからな、もともと残酷な一面を持っていたんだろう、多分これだね。もっと先生しっかりしてるわ。女が、なんでこれが思うかわかんない、逆に秀美はただついてってるだけとしか思えない。助けてあげたいが、今僕はそれどころじゃないんだ。手に負えないので僕には関係ないので、ね、これでしょ、もともとでしょ。エリさんはもともと残忍な一面を持っていたのだろう。泣くな泣くな泣くな、心の中の全て僕にぶつけていいよって優しく先生に相談してみたらどうと当然のことを言う。本に相談してはどうと無難なことを言う。そんな目に遭うだけの理由が君にあるんだと強く言う。興味がないので立ち去る。先生によ先生によ、あの比嘉先生いい人だよ。先生によ、あ、先生が私のために本気で何かというぐらいじゃない。もう何やめて、もうこういうコンビによる。こんにちは。とりあえず2本ください。おにぎりも1個ください。チキン南蛮1個。幕の内弁当2個。ああ、ウーロン茶いっぱいください。ああ、お肉入んない。じゃあ、2個ください。ありがとうございます。ベストラ。霧島。ありがとうよ。霧島。ありがとうよ。これで俺は喉が潤せるぜ。乾いていいな。よーし。すまねえな、霧島。お前のおかげで腹が満たされるってもんだ。さて、ここに戻ってきたけど、先生たちはどこに行った？うわ、ひどくなってるね。歩道橋が倒れているね。崩れているね。先生たちはどこ行った？あ、先通れるんだ。え、先生たちいないの？あ、いた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 。先生。春彦。ん？あ、春彦とは。春彦って誰？彼さんですか？春彦って彼氏？ズバッと。いえ、違いますよ。弟です。あ、そうですか。あれからまだ彼氏はできてないですね。まだ余震が起きますね。そうですね。大きい揺れが来なければいいけど、小さな揺れでも怖いですね。いつになったら揺れなくなるんだろう。余震も心配ですが、避難生活も大変です。そうだな。これだな、無難に。余震も不安ですが、避難生活も大変です。そうですね。生徒たちも随分ストレスを抱えているようです。そのペンは、この万年筆は、はい、春彦が私が教師になったお祝いにプレゼントしてくれたものなんです。まあ研修生だったからね。見てたら思い出しちゃって。今高校生なんですけど、寮に入っていてずっと会ってないんです。あら、弟とは以前大きな地震に巻き込まれたことがあったから、ついその時のことを思い出してしまって。あれ、弟いたっけ？洒落た弟さんですね。何事もなければいいです。僕には関係ないですが、姉思いのいい弟さんですね。姉思いのいい弟さんですね。そんなことないですよ。昔から私の心配をよそに無茶をしすぎて困ってるんです。私のこと心配しているかもしれない。大丈夫、無事でいることだけでも伝えたいんだけど、携帯を忘れてきちゃったから。あら、まあ、
多分どこでも連絡取れるわけじゃないからね。どうしたらな。泣かないでみんな、みんな泣かないで。どこ行った、あの高校生は。こっちは通れる。ここも通れるけど、何もないかな。何もなさそうだね。まあ、じゃあ進みますかね。うん、いなくなったね。ちょっと気になるんだけど、お話でも聞きたいんだけど。コンビニの中いるかな。なんか入ってみる。いた。見つけたけど違う。ああ暇だわ。いった。うん。てかこん中で休んでんのね。特になんか話があるわけじゃないし、あいつらもうあれだ、被災してるんだから、あんまね変なことしないでほしいね、みんな一緒なんだから。初めてこの町に降り立った、水連公園方面に向かった、みんな一緒なんだからね、もうご飯も少なくなってるんだろうしね、もう身動きできないの、みんな一緒なんだから、支え合ってねえ、助け合おうっていう気はないのかね。ないか。ないのか。夜になりました。あ、こういうの、発電機とか持ってきてあるんだね。ことは、ああ、来てるんだね、業者。業者が。あ、なんかある。寿司コンパスいらない。腹減るからやめて。なんか腹減りバイカとかになりそう。腹減りバイカって、とりあえずここ先行こうかね。なんか嫌な予感するけど、ギュ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 言ってるけどね。よーし到着。あれ、さあ水蓮公園前ですよね、ここね。やってきたよ。うわうわ。動いてる動いてる。こちゃー、大丈夫ですか。こんなこと知らんねえだろう。あ、大丈夫ですか。はい。会社かな、その子。公園に行ってみましょうか。工事中なのに、大丈夫ですかって。入ってく人いないでしょ。あ、おお、飛び越すの、アクションあるんだね。おー、その、あ、カップル、まだいたんだ。あなたが一緒なら私はどこでも大丈夫。ごめんね、今晩もここに泊まるしかないんだ。ふん、ふん、明日はここを離れるよ。あれ、あのお弁当のあれは、お、いたじゃない、いたじゃない。かなえ、かなえでしたね。かなちゃった。あれ、君はあの時にどうしてかなえと。かなって表現だ。かなえだった。伝えた。はい。そうだったのか。かなえを助けてくれてありがとう。いやいや、あなたも助けたでしょ。でもあなたがトモヤと知り合いだったなんて。すごい偶然だって、殴られて大変そうだった。それよりフェリー乗り場で待ち合わせの約束でしょ。ちゃんと待ってたんだから。ごめんか。そうだ、紹介するよ。前に話した亡くなった恩師の奥さん、前田さんだ。彼女の用事を手伝ってからフェリー乗り場に向かおうとしてたんだけど、あ、そうだったんだ。地震が起きて行方が分からなくなっていたから、今まで前田さんを探していたんだよ。へえ。ともやと結婚の約束をしているかなえと言います。どうも、ともやがお世話になってます。いえいえ、お世話になっているのは私の方ですよ。
前田と言います。彼がいてとっても助かっているのよ。智也さんいい人だよ。なんで殴られてたの殴られてたっていうか、ボコられてた。おう、それにしても君がカナエと一緒に現れるとはね、驚いたよ。カナエっていうんだろうってね。すいませんね、漢字間違えて。そうだ君、あの時頼んだもの今持ってるかい？ごめんなさい、忘れてましたと素直に謝る。いきなり言ったんだけど、それどころじゃなかったんです。正直に言うよ、これだね。すいませんでした。ねえ、トモヤ、この町から出ましょう。いろいろな場所を見てきたけど、今のこの町に住み続けるのは大変だと思うの。ああ、住む話だったのね。前田さんも一緒に。ねえ、そうしましょう。カネ、僕はこの町に残ろうと。え、なんで？あれから僕もこの町のいろいろな場所を回ったんだ。みんなすごく大変そうだった。だから僕はこの町に残ってみんなの役に立ちたい、そう思ってるんだ。そう、トモヤらしいわね。そういうことなら私も残るわ。トモヤと一緒にいたいし、町のみんなの役に立ちたい。いいのかい？きっとすごく大変だよ。大丈夫よ。でもトモヤ、いざという時は助けてね。うん、めでたしめでたしよっ、ご両人咳払いで気づかせるやつ。いちゃついてんじゃねえよと今々しげに咳払いをする。僕の役目は終わりだとこっそり立ち去ろうとする。俺これでいいかな、うん、まあよかったよかったって感じで、さよなら。あ、ちょっと何も言わないでどっか行かないでよ。本当に感謝して、いろいろ助けてくれてありがとう。僕から俺を言うよ。カネが名前間違えててごめん、本当に無事だったのは君のおかげだ。それじゃあ早く家に帰れるといいね。気をつけて。はい、遠いですけどね、町ね。ここにいたおじさんはどうだった？無事に連れてきてくれてありがとう。どこまで連れてきてくれてありがとう。確かバスの中でお会いしましたね。そうですね。今日は疲れたのでそろそろもう休もうと思います。あなたも近くのベンチで休むといいですよ。おやすみなさい。というわけでもう寝る感じなのか、ぼーっとしてる。はあ、あざみ駅に行く。なるほど。とりあえずひとまずって感じなのかな。寝ることが寝る、寝ることが寝るベンチ寝ることができるベンチ。うん、周り見ていく。寝る？寝た方が早い気がするな。あ、ねえねえねえなんか最近反応する。まあいいや、聞こえてないと思う。大丈夫ですかって。また行く。死なないか、死なないか。ここから全てが始まったんだな。なぜか3日しか経ってないけど懐かしい気がするぜ。じゃあ寝よ。よっ、ご両人お前らもなんか無事でよかったな、うん、じゃあ俺寝るわ。寝るわ。 ZZ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  朝になった。おはよう。再会の3日目？再会の3日目ってどういうこと？なぜ？トイレと飯だ。お腹空いてるからとりあえずおにぎり食べよ。トイレだ。仕方ねえな。トイレを探そう。おはようございます。出発するの気をつけてね。また会えるといいわね。そうだね。
こっから何？もうフリーなの？俺。とりあえずおわおわおわしていっぱい。街通れるのか、あれ。通れないな、あれ。どうなってんだ、そういえば。トイレ行ける？チャス。あざみ駅に行く道が通れるようになったので、多くの学生が駅に向かいました。あざみ駅は迎えると。じゃあ、あざみ駅の方へ向かいましょう。あざみ駅はどっち？こっち側？先生たちに会いに行きたいんだけどさ、コンビニもあるし、トイレ行きたいコンビニもあるしトイレ行きたいから、ちょっとコンビニ寄るわ。あるかもしんないけど、もしかしたらね、クーちゃんいるかもしんないからクーちゃんいると思ったらもう嫌だからね。安全なコンビニの方行こう。マジだ。よし、急いで戻れ。トイレ、トイレ、トイレに行きたい、トイレ、トイレ。やばそうだろうな。何、関係ないよね。こっちこっち。ああ！何？先ほどじゃねえよ、昨日だよ。まったくトイレ行きたいってのに、ああ、漏れる。漏れる。まずい。トイレ行きたい。よし、ゴール行こう。アパレルショップはどうだろう。アパレルショップも見に行こうぜ。トイレにも行きたいし、トイレあったかな。急げー。まさか漏れるとかないよな。あ、取れる。トイレは？トイレあるっけ、ここ。トイレないっけ。トイレなさそう。てか、懐中電灯つけて。ここ全然見えないから、本当に。トイレなさそうだね。こんにちは。あけみさん。店がむちゃくちゃになっちゃった。あれ？あなた最初の地震だった日に、私を助けてくれた後で、私がデザインした服を盗んでいこうとした人ね。いえ、あなたに助けてもらった後、店を再開しようとしたんだけど、スタッフがみんな出てこれなくなって、あの時のままなのよ。それにこの状況ではお客さんが来てくれるはずもない。海外留学をきっかけに、運よくブランドを立ち上げる店も持ってたのに、何より自分が作ったファッションを身につけて、自信を持ってもらうのが好きだった。ああ、もう以前のように戻れないのかな。そりゃそんなことねえよ。時間が経てば戻ってくると思うよ。確かにひどい地震だったから以前のようにはならないよ。いずれ活気は戻るだろうけど、時間がかかると思う。これだと思う。あきみさん、一緒でしょ。時間がかかると思う。あ、一緒なの。あきみさん次第で。おお、買ってくださないのよくなってくれた。買ってくれないになってくれた。しかも、このパーカーと水着の合わせ。おお、化粧品もある。ああ、悩むな。パーカー、これめっちゃ気になるな。買っちゃえ。いいえ。トイレどこですか？トイレどこですか？似合わないなぁ。こっちの方似合ってる気がする。ちょっとこっちの方サイコパスっぽいよね。なんか、どっかの、なんか、悪い人ってわけじゃないけど、なんか、やばいこと考えてそうな人に見える。なんかある。ショルダーバッグ、収納一緒なの？入手して。ちょっと待って、バッグ入れのバッグどれだ？これか。違う。バッグ入れのバッグどれだ？これだ。
ショルダーバッグ、あ、見えない。これが何個？32。ショルダーバッグも32だな。じゃあこれでいいや。うわ、怖っ。あれ、トイレどこだ？トイレさすがにここないっけか。ないな。あら、まあ、まずい。これはまずい。トイレ行ってから、とりあえず、あ、ここないな、トイレ。出よう。ほ、あけみさんも、まあ、無事だったことですんで、駅の方向かいましょうか。こっち？じゃない。どっちだ？向こうか。とりあえず戻ってこれたかな。こっち側ね。ちょっと通りますよ。はい、先進む。よし。朝、熱海駅への道路が開通した。人々の流れに合わせて熱海駅方面へ向かった。これで僕も帰れる。帰れる？本当に帰れるのか。まあでも駅だからな。これで電車が動いていれば帰れる。電車が動いていれば帰れる。あとは多分もう普通であればここから動く必要ないよね。電車が再開しましたって言われたらもうあと終わり。601だった。601だった。ちょ。トイレどこですかね、皆さん。こんなところに来てなんですけど、トイレどこですかね。駅どこ。ちょっといいですか。いえ、トイレ行きたいです。かなり疲れていらっしゃるようですが、はい、困っていることや満たされないことはありませんか。ええちょっとお前ら怪しいな。自身が嫌で仕方がないです。てかこの左の人どっかで見たことあんなって思ったら、シンガーなんだ、あの路上ライブしてるあの女の人を、名前忘れたけど、ちょっと悪く言ってた人に似てるな。はあ、はあ、特に困っ、トイレ行きたい。トイレ行きたいんです。うん、今のところは何も困ってることないんですけど。特に困っていることも満たされないこともないです。じゃんけんではパー出します。本当にそうでしょうか。もう一度胸に手を当てて考えてみましょう。なんか困ってることないです。特に困っていることも満たされないこともないです。いや、そんなはずはありません。何か困っていること、満たされないことがあるはずです。いや、だからじゃん、そうだ、思考の邪魔になるから、この選択肢を消してしまいましょう。お前らスタッフか。あ、どうです、困っていること、満たされないことがあるでしょう。マジで消えた。自分自身が嫌で仕方がないんです。人が不幸になるのを見るのが辛いんです。他人が怖くて落ち着かないんです。自身が怖くて落ち着かないんです。お風呂に入りたいんです。お腹を壊していて辛いんです。怪我をしていて体が痛いんです。喉がカラカラです。とにかくお腹が空いているんです。お風呂に入りたい。お腹を壊していて辛いんです。今トイレ行きたいんです。お腹を壊していて辛いんです。なるほど、それはお困りですね。トイレどこ。ちゃんと私たちは震災で心が傷ついていらっしゃった。困っている、満たされない方のお力になりたいと思い活動をしているんです。だったらトイレ。私たちならばあなたの困っていること、満たされないことを解消できます。いかがです。だからトイレ。いや、そんなことしてる場合じゃねえんだ。トイレ。別にあなた方に助けてもらいたいと思わないよ。そんなことしてあなた方の何の得があるの。こいつらを利用すれば人を儲けて生きるかも。
お前らボランティアと言いたいんだろうけども、なんか怪しいから、いや別にいいですってなりそう。あ、僕も協力したいですにしてみる。素晴らしい活動をされているんですね。素晴らしい活動をされていますね。僕も協力したいです。あなたこそ素晴らしい方です。ぜひ一緒に人々のため頑張りましょう。さあ私たちの仲間のところへ行きましょう。怖い。何これ、え、どこ行ったの。んで、いや、トイレ。さあどうぞ、どちらへ、どちらへ行けば。あ、トイレ。よっしゃ、入る。 OK、 間に合ったぜ。あー、生き返る。本当あいつら何だったんだ。トイレ行きてんだっつってんの、トイレ行きてんだって。満たされる満たされねえの問題じゃねえの、もう満たされてんだって。早く出させろって、そういう話なのに、なんで満たされてませんねとか言ってんの。まあ結局どこ行けばいいんだ。さあこちらへみたいな感じでね、なってたけど、どこへ行けばいいんだ。とりあえず話はしないと置いて、まあ某所まで来たな、うん、某所まで来たから、うん、スクランブル交差点で有名な某所まで来たからね、あざみ系、まあ、駅へ行けばいいのかな。とりあえず来たからセーブしてやめたいな、うん、もう時間もいいところなんでね、うん、セーブする場所はないのかな。セーブポイントを探してるんですが、ないのかな。とりあえずじゃあ、あざみ駅に行こうかな。セーブ、あたたたたた、ハチ公、は、行っちゃったよ。行っちゃったよ。こいつは何公かな。こいつは何公かな、サブローかな。ここでよく待ち合わせしたな。学生時代の友達、取引先の人、昔付き合っていた彼女、この像は残して楽しいな。この犬は無事だったんだな、よかった。この犬って言うてるね。私も食べたいな、そりゃそうだな。犬の像って言ってる。俺言っちゃった、ごめんね。ごめんね。四行かもしれない。四行。お、何これ。株。お金ねえよな。一緒の株に。いやー、仕方ねえな、株。レストランの株か。いや、俺、株、IT の株は興味ねえから。とか言ってたら本当に株あったよ、びっくりした。というわけで一休みして終了したいと思います。はい、もう何回も言うけど、かなえさんね、かなえさん本当名前間違えて申し訳ない。でもトマヤに会えてよかったね。うん、でまあひろこか、ひろこだっけか。ちょっといじめられてね、えいちゃんにね、いじめられてたね。あれもなんかちょっとガツンと言ってやりたいね。ガツンと言ってやりたいですよ。というわけで、謎のなんか市民団体かなんか知らないけど、謎のね、団体にも話しかけられたんで、まあ、ちょっと怖いところですけれども、はい、これからまあ駅で待ってればいいなっていうところでしょうね。はい、もうあと駅で帰るよ待つだけだ。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。それでは僕は。
はい、ではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。